2019年撮影成田助は、青森県津軽市出身の日本の二輪レーサー。トライアル選手の成田助は、オフロードバイク競技の選手で、同姓同名だが別人。中学2年生の時に全日本元クロス選手権へ出場。初年度にて、国際 B 級クラスチャンピオンを獲得。史上最年少の14歳で、トップカテゴリーとなる国際 A 級ライセンスを取得する。 1995年、2020年3月12日、自身の YouTube チャンネルにて、今シーズン限りでのプロライダー現役引退を発表。同年11月4日、熊本県内において、交際相手の女性と口論になり、女性の顔や頭部を複数回殴ったり、腰付近を十数回踏みつけたりするなどし、約2週間の怪我を負わせたとして、障害の疑いで、 熊本県警に逮捕された。この報道を受けて、翌5日に全日本モトクロス選手権を管轄する、日本モーターサイクルスポーツ協会は、ホームページにて声明を発表している。なお11月14日には、熊本県の HSR 九州で開催される、全日本モトクロス選手権第5戦が控えていたほか、東北モトクロス選手権にも11月8日の、 第六戦宮城大会へエントリーしていたが、いずれも参戦中止となった。全日本元クロス選手権の最終戦が終了した、翌日の11月30日、本件について、熊本地検が本人が容疑を認め処分保留で、釈放していたこと、熊本簡易裁判所が略式起訴により、罰金30万円の略式命令を出したことが、報じられた。 なお罰金を納付したかは明らかになっていない。12月1日、MFJ は11月20日に行った国内規律裁定委員会裁定の結果を公表し、本県が懲罰基準に定職するものとして、成田に対し罰金50万円と MFJ モトクロス競技ライセンスの資格剥奪という重い処分が下された。これにより今後の国内競技への参加は不可能となり、 正式な引退を果たさぬままレース界を去ることとなった。ありがとうございます。